忘れられない瞬間。中国フェスでの IMP の衝撃的なパフォーマンスにファン感類。IMP の中国フェス挑戦で明かされた衝撃的な真実とは中国の生徒で開催されたストロベリーフェスティバルは今年も最高のロックンロールパーティーとなりました。IMP、IMP のメンバーたちは会場を熱狂させ、ファンたちをノリノリにさせました。 しかし、このフェスティバルは単なる音楽イベント以上のものでした。そこには新たな挑戦と未知の冒険が待ち受けていました。生徒のストロベリーフェスティバルは、音楽愛好家やファンが一堂に会し、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむ場として知られています。今年のフェスでは、IMP が独自のカリスマと才能で会場を沸かせました。彼らのパフォーマンスは、 音楽の枠を超えて人々の心を掴みました。生徒のストロベリーフェスティバルでのロッキン一重引用フパーティーは本当に素晴らしかったですね。イベントに参加しなかった人でもこのイベントの魅力的な音楽に心が踊ったことでしょう。そんな雰囲気に巻き込まれることが何よりも嬉しいですよね。特に IMP のパフォーマンスは圧巻でした。影山拓也。 影山拓也や佐藤あたら佐藤新たなどのメンバーは熱いエネルギーで観客を魅了しました。彼らのダンスは会場全体を熱狂の渦に巻き込み、誰もが思わず踊り出したくなるほどでした。会場にいたファンだけでなく IMP の音楽を知らない人々も彼らのステージで一体感を味わいました。しかし、 このフェスティバルは単なる音楽の祭典にとどまりませんでした。IMP のメンバーたちが初めて中国でのパフォーマンスを成功裏に果たしたことは、彼らのキャリアにおける重要な一歩でした。海外でのステージに立つことは、彼らにとって大きな挑戦であり、それを乗り越えたことは、賞賛に値します。さらに、中国のメディアやファンからの反応も素晴らしかったです。 彼らのパフォーマンスは現地のファンだけでなく多くの中国の音楽愛好家にも好評を博しました。IMP は日本だけでなく世界中でその存在感を示しています。またフェスティバルでの IMP のパフォーマンスは彼らの将来の可能性を示すものでもありました。彼らの音楽は言語や文化の壁を越えて 世界中の人々に届けられるポテンシャルを秘めています。彼らの成功は日本のポップミュージックシーンにおいて新たな時代の幕開けを示唆しています。しかし、このような成功の裏には努力と挑戦があります。IMP のメンバーたちは常に新しいことに挑戦し成長し続ける姿勢を示しています。彼らのストーリーは 苦難を乗り越えて夢を実現する力強いメッセージを伝えています。今後も IMP の活躍から目が離せません。彼らの音楽が世界中の人々に響き渡る日が来ることを期待しています。彼らの挑戦と成功は多くの人々に勇気と希望を与えるでしょう。会場では IMP のメンバーたちが楽しんでいる姿があちこちで見られ、 現地のファンたちも大いに盛り上がっていました。IMP のパフォーマンス動画を見せてもらって、その熱いステージにただただ圧倒されました。特に影山拓也さんのセクシーな右腹の露出は、ファンを魅了しましたね。メンバーたちはバキバキにダンスし、会場全体を圧倒しました。特に鈴木大河くんは、そのイケメンさで会場を魅了していました。 公式の報告からも会場の雰囲気が伝わってきて涙が出るほど感動しました。会場にいたスタッフや観客の皆さんも本当に楽しそうでしたね。そこで IMP を見守っていたタッキーの存在に触れた瞬間、さらに感動が増しました。彼らが初めての国外フェスを成功させたことは本当に素晴らしいことです。そして、 みんな本当にお疲れ様でした。中国の雑誌に載るだけでなく、他のメディアにも出演することを期待しています。海外のファンにも IMP の魅力が届くよう願っています。そうした中、彼らの楽曲が英語が多いのは、海外のファンにも歌詞が届くよう配慮されているのかもしれませんね。今後も IMP の活躍に期待したいですね。 彼らの成長を見守りながら、彼らがますます多くの人々に愛されることを願っています。そして、彼らが日本に安全に帰国することを心から祈っています。影山くん、本当に暑かったでしょうね。体調管理にはくれぐれも気をつけてください。フェスティバルでの素晴らしいパフォーマンスと感動的な瞬間は、これからも多くの人々の記憶に残ることでしょう。 IMP の冒険はまだ終わっていません。彼らの未来がどのように展開されるか私たちは楽しみにしています。では、あなたは IMP の成長と成功についてどのように感じますか彼らの挑戦はあなたに何を思い起こさせますかどのようにして彼らの音楽があなたの心に響いていますかぜひ、 あなたの考えや感想を共有してください。中国での初めてのフェスティバルに挑戦した IMP メンバーは本当に楽しそうでしたね。現地のファンの盛り上がりもすごく嬉しい光景です。彼らのパフォーマンス動画を見てその魅力に引き込まれたファンも多いことでしょう。特に影山くんのセクシーなダンスや大河くんのイケメンさには目が離せませんでした。 IMP のメンバーが堂々としたパフォーマンスを見せてくれたことは本当に素晴らしいことですね。また、ファンの皆さんも心配しながら IMP のメンバーが初めての海外フェスに挑戦する様子を見守っていたことでしょう。彼らが無事に演奏を終え、中国のファンに魅力を伝えることができたことは本当に素晴らしいことです。 IMP のパフォーマンスが中国の雑誌に載ることは彼らの人気がどれだけ高いかを物語っています。これからも彼らの活躍が世界中で広く認知されることを願っています。また彼らが英語の歌詞が多い曲を選んだことにも注目ですね。これは彼らの優しさやファンへの配慮が反映された選択かもしれません。彼らの思いやりあふれる姿勢は ファンにとっても心温まるものです。そして中国のピンキー。さんや現地のファンの皆さんに対する感謝の気持ちも忘れてはいけません。彼らの温かいサポートがあったからこそ IMP のメンバーも最高のパフォーマンスを見せることができたのです。IMP のメンバーが次の日本でのフェスに向けて準備を始めることを願っています。 彼らの健康と安全を願いながら今後の活躍を楽しみにしています。IMP のメンバーとファンの皆さんに向けて心からのお疲れ様と感謝の気持ちを送ります。彼らの音楽とパフォーマンスは世界中の人々に元気と感動を与えてくれます。これからも彼らの活躍に注目して応援し続けましょう。そう、IMP の素晴らしいパフォーマンスは まさに心に響くものでした。あなたは彼らの演奏やパフォーマンスを通じてどんな感情を抱いたでしょうかそして彼らのこれからの活動に対する期待は高まっているでしょうかぜひあなたの思いを共有してください。最後に IMP のメンバーたちには安全に帰国し、次なる舞台での活躍を期待しています。 彼らの輝かしい未来に向けて心から祈りを捧げます。